にちは、こんばんは。今回はトレ品と購入品があるので、そちらの紹介をしていきます。はい、でまずね、いただいたものがちょっと友達からね、もらったものがあって、はい、こちらですね、カメオの通常版の CD をお友達からもらいました。もうめっちゃ嬉しかったですね。本当に最近エコラブがハマりすぎてて、もう毎日曲聴いてるんですけど、いいですよね、エコラブ。私の動画見てる方でエコラブとか好きな方いらっしゃいますかね。本当に最近ハマってて、ナータンとミリニャで、ね、ここに妹の推しのマイカちゃんと、でサナツンと私の推しのリサちゃんがいますね。超かわいい。でキアラちゃんとノンノちゃんとショコちゃん、はい、で集合ですね。めっちゃいいですよね。でハナちゃん、アンナちゃん、ヨリちゃんですね。はい、めっちゃ嬉しかったです。ちょっと飾ろうかな。あ、いい感じ。はい、はい、CD をね、いただきました。ではここから購入品紹介します。ダンボールのね、補給ありがとうございます。でお手紙もね、ついてたので読ませてもらいます。この度はご購入ありがとうございます。気に入っていただけると嬉しいです。またご縁がありましたらよろしくお願いいたします。ということで、はい、こちらこそありがとうございます。コンプをね、購入したんですけど、はい、ランジェのムームーのコンプですね。ありがとうございます。ムームーに結構出回りが少なくって、はい、持ってなかったのですごい嬉しかったですね。はい、ありがとうございます。はい、で続いてで購入品は最後ですね。個室ケースありがとうございます。はい、結構ね、熱望してるものを、はい、裏面見たらね、古いものってわかるんですけど、はい、ランジェのカーディガンの引きですね。はい、こちらよりだけ持ってるので中央かなり熱望してます。カーディガンはね、2期生の初めてかなのこの月別の生写真なので、はい、結構高くて、なので中もね、もう難しいと思うんですけど、かなり希望しています。はい、ありがとうございました。続いてからトレ品なんですけど、イコラブが1機あるのでイコラブで、少し日向もあるので日向で、最後に乃木坂を紹介しようと思います。はい、まず個室ケースありがとうございます。お手紙もいただきました。いつも YouTube 拝見しております。今回は初トレありがとうございました。これからも応援しています。おまけつけたかったのですが、個室ケースの関連で次回のトレでつけますね、ということでありがとうございます。 Twitter、YouTube ののりまきさんですね。ありがとうございます。乃木坂のね、写真でイコラブを引かせていただけてめちゃめちゃ嬉しかったですね。しかもお手紙も可愛い。リサとルンちゃんかな、ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、ありがとうございます。はい、コンプで弾かせてもらったので一気に行きます。はい、落とし前りさちゃんの866ツアー衣装っていう名前だったかな、アザーカットじゃない方ですね。もうめっちゃこれ可愛いなと思ってて、すごい欲しかったので嬉しかったですね。衣装も可愛いし、この特に中のね、写りがめっちゃ可愛くて、はい、弾かせていただけて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。はい、では続いてから日向坂ですね。クイズケースありがとうございます。はい、3枚トレしてもらったんですけど、はい、まずニブちゃんのユニットの中ですね、ブレタ合わせで弾かせてもらったんですけど、ニブちゃんの提供が全然なかったので弾かせてもらいました。ありがとうございます。一応ね、提供できます。はい、で続いてが鈴鹿ちゃんのユニットの弾きですね。はい、鈴鹿ちゃんは、はい、これで弾きが希望枚数揃いましたね。あとユニットは座りが1枚ないので座り熱望しています。はい、でラストが紅白衣装の鈴鹿ちゃんの座りですね。はい、紅白衣装はこれで2枚目ですね。紅白衣装めっちゃ集まり悪くて、座りをあと1枚と中引きを3枚ずつ希望しています。はい、ありがとうございました。では続いての方ですね。袋と大きい個室2枚、大きい個室ケース2枚、ありがとうございます。はい、いつもね、取りしてくださる方で、日向と乃木坂取りしてもらいました。たくさんありますね。はい、まずダサダの私服のミクちゃんの引きですね。はい、これはより中持っていたのでコンプになりました。ありがとうございます。このね、ミクちゃんの写りめっちゃ可愛いですよね。はい、一応こちらはコンプでなら提供できます。はい、で続いてがひなのの引きですね。ひなのは一応3コンプ揃ってるんですけど、まあ、もうちょい欲しいかなとも思ってるので、はい、まだまだ希望しています。はい、でここから乃木坂ですね。一応なんかほぼおまけみたいな感じでもらったんですけど、はい、まずミリアの新潟 T シャツかな、よりですね、2017かな
はい、こちらはですね、はい、中引き持っていたのでコンプになりました。ありがとうございます。嬉しいですね。はい、で続いてが2019年の浴衣の寄りですね。でこちらは一応腰コンプ持ってるんですけど、6面埋めるのに寄りが欲しかったので、はい、引かせてもらいました。はい、ありがとうございます。で続いてが2019年夏追賞3番かな、夏追ですね。はい、これは、はい、こちらでコンプになりました。ありがとうございます。この衣装ね、買ってなくって、まだね、真夏も持ってないので結構希望してますね。はい、で続いてがなんだっけな、これスペシャル衣装20かなの引きですね。はい、こちらもね、これでコンプになりました。コンプになるところたくさん持っていらっしゃって、はい、嬉しかったですね。はい、ありがとうございます。はい、で最後がね、めっちゃ嬉しかったんですけど、はい、ランジェのスカートマンの寄りですね。今ワンコンプは持ってて、で、あのフルコン用のファイルでもう1コンプ欲しかったんですけど、引きだけ持ってて、で寄りをね、引かせてもらったので、残り中をね、かなり希望してます。そう、入ってくる予定がなくて、でランジェのね、中が揃えばスカートマン全部揃うので、はい、かなり希望しています。はい、ありがとうございました。でここからはもう全部乃木坂ですね。個室ケースと袋ありがとうございます。はい、2枚なんですけど、はい、ミリアの歌手クールの引きですね。はい、ミリアは、はい、中を持ってて、よりも入ってくる予定があるので、はい、コンプ予定です。歌手クールなんか全然取り進まなかったんですけど、最終的にはあとランジェのよりだけになった、中か、ランジェの中だけ入ってくる予定ないので、めちゃめちゃ希望しています。はい、で続いて真夏の引きですね。真夏はちょっと後で出てくるので、はい、ありがとうございました。では続いてですね、硬質ケースと袋ありがとうございます。はい、2枚引かせてもらったんですけど、はい、まずさやちゃんの宙になります。ありがとうございます。はい、で続いてが真夏のよりですね。はい、真夏もさっき引きが出てきて、で宙もね、入ってくる予定あるので、コンプ予定です。ありがとうございます。はい、では続いてですね、硬質ケースと袋ありがとうございます。はい、2枚取りしてもらったんですけど、はい、まずミリアのイクリュの中ですね。はい、ミリアはより引きに地引きしてたので、コンプになりました。ありがとうございます。イクリュね、めっちゃ写り可愛いですよね。ちょっと多分チークが濃いのかな、ちょっとほてってて可愛いなって思いますね。はい、で続いてがマウンテンパーカーの寄りですね。ランジェになります。この後中引き出てくるので、コンプ予定です。はい、ありがとうございました。では続いてですね、クイズゲスト袋ありがとうございます。この方もね、毎度おなじみの方なんですけど、はい、本日もトレありがとうございます。いち早く推しが揃うこと願ってます。またよろしくお願いします。ということで、はい、いつもありがとうございます。はい、トレしてもらったものがカシュクールのね、ランジェの寄り引きになるんですけど、はい、こちらですね。はい、めちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。中に入ってくる予定が本当にないので、かなり希望しています。はい、ありがとうございました。はい、続いてですね、個室ケースありがとうございます。お手紙もいただきました。この方もね、いつも取りしてくださる方なんですけど、今回もトレードありがとうございました。ひな壇様の推し提供できてよかったです。また機会がありましたらよろしくお願いします。ということで、はい、こちらこそいつもありがとうございます。2枚なんですけど、エクリュのランジェの寄りですね。ランジェは引きかな、引きが入ってくる予定ないので、はい、引き熱望してます。この寄りめっちゃ可愛いですよね。結構ランジェこのポーズすること多いんですけど、はい、ありがとうございます。はい、で続いて見えちゃったんですけど、エクリュの真夏の中ですね。真夏はこの後出てくるので、コンプ予定です。はい、ありがとうございました。ではラストですね、大きい個室ケースありがとうございます。お手紙もいただいて、はい、久々のね、ミリチェムちゃんなんですけど、いつも取りしてくれてありがとう。今回も希望してるところ引かせてもらえて助かったよ。会場で会ったりできないけど、また取りしようね。おまけもよかったな、ということで、はい、めっちゃ久しぶりにミリチェムちゃんと取りしてもらいました。しかも見てください、ラプンツェルもうラプンツェル私好きなんですけど、知ってたのかな、めっちゃ可愛いんですけど、これありがとうございます。ちょっと飾ろう。あ、かわいい。もう本当に私ラプンツェル大好きで嬉しいです。はい、まずトレ品が4枚あるので紹介します。はい、まずエクリューの真夏の寄り引きです。
ですね、先ほどね中が出てきたので、はい、こちらでコンプになりました。ありがとうございます。ゆくりとマウンテンパークは割と順調に取り進んでて、真夏はどっちもコンプ予定なのですごい嬉しいですね。はい、で続いてがランジのマウンテンパーカーの中引きですね。これもねさっき出てきたと思うんですけど、これでランジェもコンプになりました。ありがとうございます。めちゃめちゃ本当に結構真夏とかランジェ弾いてくれてて、なのでねすごい嬉しいですね。私が全然セーラー弾けないし、ミリア私集めちゃってて全然ね、あのめちゃめちゃの推し弾けてないんですけど、今回たまたまセーラーも、あとミオナかな、ミオナも弾けたのでトレしてくれてありがたかったです。でお手紙にもあった通り読ませをいただいたんですけど、はい、3枚もいただきました。で、ね、1枚は聞いてたものだったんですけど、これねめっちゃやばくて、はい、ミリアのフォースアルバム封入の寄りになります。ありがとうございます。これはね、はい、引きだけ持ってて、このね引きもね結構前にミリちゃめちゃんからおまけでいただいたものなんですけど、めっちゃ嬉しかったですね。もう写りがめっちゃ好きで、このぐらいの髪型すごい好きで、ちょっと このねお顔がバブみが強くてめっちゃ可愛いんですよね。もう本当に嬉しかったです。ありがとうございます。夢中ね、熱望しています。はい、で、ここからがね、聞いてないおまけだったんですけど、はい、チェックセットアップかなのよりですね。これもね、すごい嬉しくて、はい、中引きでね、持ってて、これでコンプになりました。ありがとうございます。本当にもう感謝です。ありがとうございます。はい、で、ラストもね、すごい嬉しかったんですけど、ランジェの、保護色封入の P かなになります。はい、こちらは、A と D を持っていたので、はい、セミコンですね。ありがとうございます。残りね、C を本当に熱望しているので、よければ提供お願いします。本当にありがとうございます。もらったものはね、大切に、はい、させていただきます。はい、こんな感じでちょっと長くなってしまったんですけど、今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。